えー、ではですね次どうしようかなあの結婚はコスパが悪いっていう話をちょっと上の方にリンク貼ってるんですね出してみてください、はい、あのねこれあの今評判なんですよね <laughs> 結婚はコスパが悪いんじゃないかっていう、まあ、これをですねコスパで考えるかどうかとかいろんなあの、えー、考え方があると思うんですけどもコスパが悪い派の人たちっていうのはどういうふうに考えているのかっていうと あの結局何だろうな、うん、同じ相手とずっと暮らしていてで、えー、まあ何だろうなその人との関係が逃げようがないといわゆる親戚もくっついてきちゃうしあのなんだろうなその人の性格が悪くなってきた例えばあのいい人だと思ってて結婚したんだけどもだんだんそうじゃなくなってくるとかさ結婚前はいろいろサービスが良かったみたいなものがあるまあ ここんなことは別に今更のことじゃなくて昭和の昔からずっと言われたことなんだけども最近このコスパが悪いって言い方をするようになったのはいよいよその生涯未婚率っていうのはどん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 増えてきちゃってもう今25%超えてるんだっけあの生涯結婚しない人の数っていうのは25%超えてきてでこれがもうあと 多分、オリンピックを超える頃あたりになってくると当たり前だけども30%を超えてでどん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 増えていくんだろうね。だから日本は今、離婚率がアメリカが離婚率が50%って言われてる時代に日本は離婚率4%ぐらいだったんだで僕俺が子どもの頃だから1970年ぐらいの話で、ね、今から45年ぐらい前の話アメリカは離婚率が50%。 でえー、日本はそれに比べて、えー、離婚率5それが45年で日本も離婚率が50とは言わないけども35%を超えてどん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 アメリカに近づいてくるとであの同じように生涯未婚率も恐らくあるなんだろうなところから急激に、まあ、見えてきて増えてくると思うんだよね。でそれと逆に、えー、結婚して離婚して結婚して離婚してっていわゆる なんですかね、ビッグダディみたいな人もどんどん増えていくつまり、えー、就職と同じようにですねそのずっと生涯同じ会社で勤め上げる人っていうのももちろんいるんだけどもでも生涯就職しないままの人っていうのとあと何回も何回も転職してる人っていうののバランスが多分今統計取ってもなかなかわかんないんだよね。で生涯一つのの会社にいいいるっってうう人がが、昔、8割ぐらいそうだったのが 今はもう多分生涯一箇所の会社のは5割切ってるぐらいだと思うんだけどもで何だろうな生涯どこにも就職せずにいわゆるアルバイト的な仕事というかフリーな仕事っていうのをずっと続けてる。 どこにも別に就職せずにずっとフリーでやってるからさこれも就職統計で見たら僕もあの生涯どこにも就職してないという人になるんだでも同じように漫画家の人たちとかさクリエイターの人らも大体みんな生涯どこにも就職してないっていう統計値になってくるで、えー。と同時に転職するなんていうのは今当たり前なんだからさっき言った転職で生涯一つの会社で全く就職しないっていうののバランスがどん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 多分 まあ、3分ののずつぐらいの世界になってくるよね。でこうなってくると実は就職ってコスパが悪いんじゃないかとそこまで言う人はまだいないだろうけどもあのこの辺がですね今ヨーロッパ社会での若者の失業率の高さと日本の若者の失業率っていうのを比べるとちょっとね統計時的にですね比べられないんだなんでかというとヨーロッパではアルバイトしてる人も失業者に入れる。 でも日本ではアルバイトしている人は失業に入れないっていうです、ね、その若者の失業率の高さっていうのをちょっと隠す傾向にあるんだよね。でもヨーロッパ並みの基準で日本の若者の失業率を計算したらおそらく10%超えてくると思う。でそれは普通に言えばあのよその国だったら暴動が起きるぐらいの数字なんだ若者の定職率が低いというのでも日本はです、ね、日のはでで、ね。 日本ではいろいろブラック企業問題とかさ、派遣社員問題というのはあるんだけども。でも、ヨーロッパ社会とかに比べれば、そのアルバイト、フリーターの。なんだろうな。あの得てる社会的地位と正社員の地位っていうのは、そんなに変わらないっていうのかな。ヨーロッパに比べてたよ。もちろん、日本国内で見たら格差すごいんだけどさ。その定職というか、ちゃんと就職できて、保険とかをもらえる人と。 あのだよね社会的身分をもらえる人とフリーターの人っていうのはすごい国内的な格差あるんだけどもヨーロッパのほどの格差がすごくないと。であのごめんねえっ、ー、と同じように日本ではなんだろうな結婚してるしてない格差っていうのが今まだすごいんだよね。で、えー、結,結婚してないって格差っていうのをなんだろうな ヨーロッパでは逆に言えばそんなに格差がないんだけども日本では格差がすごくなってきてるんだけどもこの格差がどん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 なくなってきちゃうんじゃないかなというのは僕の見た感じでだから今結婚はコスパが悪いという議論が起こってるつまり結婚しなくてもいいじゃんという人がどんどん増えてるんだよなでこの傾向というのはまだしばらく止まらないと思うしあの僕もねちょっといろんな数字ね調べてる最中なんでそのうちここで報告しようと思います。かなりね 意外な、ね、あの何、ね、だろうやっぱり今度ちゃんとねリエモンとその辺の話をしようっていうことをちょっと今準備してるんだけどもなんで彼がそのもう結婚するつもりが全くないのかとかあとそのネット周りの有名人の人たちで実は結婚してない人が大半なんだよね。 あの離婚してる人とかがあの大半なんだけどその辺の人たちっていうのは、うん、結婚しない理由っていうのはこのコスパが悪いっていうことを実は心の底で考えてるっていうところがあると思うそれは男も女もだよ両方なんだよ。で、うん、男女ともに何でこんなにコスパが悪いと考えてるのかこういう話をするとよくモテないやつとか結婚できない人が ひがみみたいな感じでコスパが悪いんだっていうふうに言ってるっていうふうに取られがちなんだけど実はそうじゃなくていつでも結婚できる人男女共にで20代後半から30代あたりの人たちがコスパが悪いって言ってるところがあの僕はちょっと面白く感じるんでここら辺はねまとめてちょっとやってみようと思います。